写真拡大。ソフトバンク石川修太投手、28が25日、日本ハム戦、PayPayドームで先発。6回3失点で勝利投手の権利を持ったまま降板したが、4勝目とはならなかった。前回の登板より状態は良くなかったです。良くない中でどのように抑えていくのかをいろいろ考えながら投げました。もう少し冷静に投げることができたら、長打は防げたかもしれない。もっと長いイニングを任せてもらえるような姿をマウンドで見せないといけない。4回を終えて1安打。5三振を奪う抜群の立ち上がりを見せた。5回一死一塁からは宇佐美に左翼テラスにツーラン。6回先頭の杉谷にもソロ被弾するも、94球で託されたイニングをしっかりと投げ切った。4勝目となれば涌井、楽天に並ぶリーグトップだったが、7回にリリーフ陣が崩壊。中田にスリーランを浴びるなど、一挙6点を失い、石川の勝利もなくなった。